小屋。岩とかね、丸い岩とか。絶対そうだ。あ、これだから絶対もうお魚しないでしょ。うわ、すごっ。今日はね、どこに来たかと言いますと、旧日本軍の気になるなんか建造物があったんで、ちょっと行ってみたいなと思うんで、行ってみましょう。見たとこなんか、古いね。文化12年って書いてある。ここなんかあったんじゃない？本陣か。あ、墓地だ。墓地？え、これはちょっと確かになんか夜中になんか整列して足元が聞こえるっていうあれもちょっと納得できるかもしれないです。現在地は多分ここなんですよね。ここになんか小屋があって であそこのでかい火がこれなんですね。でこの発火があっちだったんです。変わってます。神社って賽銭箱とかジャラジャラってあるんですけど、このなんだろう、なんかないよね。ないっすよね。すごいな。何寿司の罠が。ほんまだ。こういうね。ああ。何なんすかねこれ。そういうなんかお墓関係。なんか小屋？でもこれ石見てなんか独特じゃない？なんかね、多分上になんかそういう墓地があってそれ流れたんだよ。岩とかね、丸い岩とか。絶対そうだ。これとか絶対ね、お墓の石なんですよ。これ。本当だ。多分上にあってあれが。すごいっすねこれ。なんか本当になんかめちゃめちゃ崩れたお墓があるっていう。こういうね、なんか。お供え物の。ほんまやな。うわ、すごっ。住んでる人いましたね。あ、でもかなり緩いな。なんかある？本当にいいですよ、本当に。本当にいいですよ。ほんまじゃ、でも食らっとるな、うん、いつなんだろうこれ、いつかの話なんだろうね。でも向こうに金閣寺があるな。金閣寺の写真が。でもテレビも古いな、相当。あ、本当だ。なんかめっちゃいつの時代のやつ？結構前じゃないですかこれ。ちょっと昭和51年って書いてある。昭和51年と53年。領収書も53年よね。それ以来多分動いてないんだろうね。
でも相当な数が流れとんだからね、これ。最近なんか本当に登ってばっかりですよね、本当に。ここの墓は大正時代に作られた墓だけね。そんな歴史があるんですね。え？そんな歴史があるんですね。あるんですね。どうやって作ったこんな骨壺だかな。ああ。骨壺があるんですか。あります。いや昔あっただな。どうしてわかったわからんけども。あそこに。骨壺が収められとったんですね、うん、おじいちゃんの話だったら。何ですか。下のあるところが田んぼだったよね。あ、田んぼだぞ。なんか、あの家みたいなのが埋まってて、田んぼの先ほどから残ってるでしょ。あ、すごいね、さすがだ。いや、まあ、行ってみたいね、セコンドってよ。そこに土手が作ってあるけどな。あー、なるほど、なるほど。どうぞ、どうぞ。そうですよ、だって、ね、田んぼじゃないと作業がないですもんね。うん、アメリカだったら、これはいらんけどな。なるほど。うん。三本爪なんだ。うん。これ、ブワイズのしたようなところに、文字を好きで。ねえ、こじくり感じですね。これは利用する。ああ、で、体のね、あの虫とかをね、落とす。皆さんびっくりしました、めっちゃ撮って見られたかな。見ました、見ました、びっくりしました。前より静かに行きます。ああ。なんかやっぱりね、お年寄りの人の話はね、やっぱりちゃんと聞くのがね、いいですね。やっぱめっちゃ親身になって教えてくれたし、本当めっちゃいいおじいちゃんでした。本当地盤緩かったんで、やっぱそのお墓とかが崩れて、もうすごい散乱してましたけど、ね、うん、で、おじいちゃんまだ降りると時もすごかったね。あれすごいなんか パワフルですね。僕もあんなおじいちゃんになりたいです、うん、そうだね。まあ、ぜひね、本当なんか興味のある方は鳥取のね、こちらの神社に来て、上の方にお姫様のこの納骨の、そうだね、お墓が、お墓のなんかその跡みたいなね、うん、これは今東京に東京に重要文化財としてね保管されてる、保管されてるんですけど、まあぜひとも興味ある方は、はい。裏番スピチューブ始めました。
普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。